ってことでね、買ってきましたよ、ソフトクリームをね。写真撮っときましょうね。うん、よかった。この時間ではもう売っとった。売店の方がね、10時から営業やったんでね、どうかなと思ったけど。この頃ね、ソフトクリーム美味しいんですよ。うん。350円で、ちなみにこれで350円ですけどね。うん。よかったよかった。写真ね、撮っておきますんでね。こういうのをインスタとかで上げてたらいいんだよね。ああ、ちょっと光の加減が難しいな。もう人に撮るにはどうしたらいいのかもしれませんけどね。ちなみに、アグリパーク竜王というとね、多分あっちの方が有名なのかな。このね、中入ってちょっといたところに、ジェラード、販売店あるじゃないですか。あそこのジェラードも美味しいんですけど、うん。あとジェラードの販売店があって。このジェラード面白いけど、実は侮れないのが、これね、入ってすぐのところにある、産直品の直売所があるんですよ。産地直売所がね、ドラゴンちゃんという。うん。そこのところに併設してある、パンガム工房みたいなところがあって、そこのね、ところにね、実はね、ソフトクリーム売ってるんですよ。これがまた、もう、美味しいですよ。このソフトクリームは本当美味しいです。めちゃくちゃミルキーでね。うん。ソフトクリームちょっとジェラード感は強いんですけどね。この時もちょっと話題になったんで、ここでも教えとこうかな。最近ちょっとよくエフラン大学とかって話題あるじゃないですか。まあ受験時期もあって、ちょっとそういう話題も多かったんかなとは思いますけど、エフラン大学に行くのってどうなのっていうと。で、いい大学に行くことが必要なのかどうかみたいなね、ところもありますけど、実際やっぱし、まあ、言い方悪いですけど、確率論から言って、ちゃんと、いい大学のところに行くと、いい就職先に会いつける、可能性が高くなる。これはね、もう間違いのないことなんですよ。うん。まあ、私の場合だと、まあね、ちょいちょい話は、出てるので、もうどっかで言っとると思いますけど、ねえ、まあ、高校第一志望行ってます。四日市南なんでね。うん。四日市南っていうところに行きまして、四日市南高校行きまして。で、大学は第一志望ではないです、正直なところ。第一志望は名古屋市立大学やったんやけど、まあ、落ちて。うん。落ちて、第二志望ですね。第二志望の中京大学です。うん。に、言って、まあ、第二志望っていうか、まあ、滑り止めですよね。要は、言い方はあれですけど。うん。なんか、今、だから中京も滑り止め、単に滑り止めとは言いにくい状況にはなってきてるらしいですけど、ありがたいことに。うん。どうしても私立高校が、ちょっと、取る量とかの制限かかったんだりね、うん、昔みたいに滑り止めで第一志望に行こうかった時が減るからっていうような取り方がなかなかできにくくなったっていうね話は聞きますけど、うん、ってことで、まあ、大学は第一志望に行きませんでした。まあでも結果的にね、うん、楽しいメンバーとも知り合いましたし、ね、大学自体がね、うちらが入った後に、おかげさまで、真央ちゃん効果ね、浅田真央ちゃんの効果、あと、まあ、室伏工事はもともとね、有名でしたけど、うん。特に真央ちゃんの効果は絶大でですね、うん。これは大きい、ね、それこそまあ、言い方はよ、ね、そう、それこそエフラン大学に行くのはどうのっていう話にも繋がってくるんですけど、大学どこ行っとったんって話になった時にですよ。うん。あ、中京行ってましたって言ったらね。まあ、変な話、東海地方で、ああ、中京ねって通じるわけですよ。うん。まあ。うまいな、うん。そう。通じるわけです。うん。これだと大きいんですよ、意外と。うん。
ね、中京ってのは、まあ、うん、ね、うん、まあ、大体言われるのは中京大学行ってましたよと、あ、なんかスポーツやっとたんって言われることが多いですけど、うん。でも、逆に言うと、それだけスポーツで有名になれるっていうのも、なかなか大学としては、ちゃんとしたアイデンティティを持ってる大学というのでね、うん。ちなみに、心理学部の人たちは中京の心理ですって必ず言うっていう話を聞いたことありますけど、うん。ステータスがありますから、中京大学でも、心理学部と、スポーツ学部、うん、この2つは、ステータスがありますね。ちなみに私は社会学部っていうところなんで、うん、ザ・スピード止め学部と言われたらあれなんですけど、まあ偏差値もそんなに高くないところですけどね、うん、ただちょっと面白い傾向があって、社会学部ってキャンパスがトヨタキャンパスなんですよ。で、いわゆる、スポーツ学部ですね。今、もううちらの時は体育学部でしたけど。うん。が、あるキャンパスの方なんで、結構、スポーツ推薦で落ちたよっていう子が、意外と社会学部で入ってきてですね、それで部活の方で入とかサークルの方で入ってって、それで、活動するっていうコーナーもあったんで、結構ね、スポーツバリバリのやつもね、同じ学部内にいたんですよ。で、まあね、四日市におればね、四日市は南ですって言ったらね、言い方悪いですけど、意外と頭いいんやねって、意外とってのは何や、意外ととはって言いたくなりますけど、まあ、こんなバカなことやってますからね、仕方ないですけど、うん。まあ、というふうに、まあ、基本的には、ね、そういうふうに、うん、頭いい方とかって見られるわけですよ、言っとったら。こんなバカでも。うん。で、うん。就職とかでもやっぱし、大きいですもんね。やっぱ名古屋大学とかに言っとったら、全然上場企業に行く率とか変わってきますし。まあ、ね、宗教やと。でも周りやとね、結構いいところ行ってる。金融関係、銀行とか行ってるやつとかもいますしね。うん。まあ、それこそ、JR 東海に行ったっていうやつもいたりとかしてですね、一緒のゼミのやつで。うん。そう、ちなみに、あれの時に連絡もらってね、快速三重の、指定席券買った時に、うん。これってあれ、310円とかってばーって、乗っとるけど、510円、領収書みたいな510円やったっけ、あれなんでやろうと、ね、いうので言うとった時に、うん、実は、うん、電話がかかってきて、うん、山城、まあ、そういうのは私に聞けやって、いやいや、うん、そういうのにお詳しいのは重々承知しておりますよ、だって JR 東海の社員さんなんやからね、うん、うん、いや、でもさすがにさ、忙しい、ねえ、JR 東海さんのね、方にですよ。ね、そんな、これ、料金これやったけどな、でとかね、ね、だけでね、連絡するのもどうかって思いますやん。ね。っていう一冊もあって、まあ、もともとそれでなくても、ね。まあ、ゼミから一緒やったら、本当に仲良くてね、うん。うん。ちょっと申し訳なかったのがね、ちょうど同伴坊やったんですよね、うちが。うん。あれ、何やったっけ、マイナンバーの時やったっけ。なんかがあって、うん。すさまじく忙しい時期でね、うん。何やったっけ、それでそこは休みを取ってたんやけど、その前が結局、配給からの、うん。うん。ちなみに配給とかっていうのはね、また YouTube の方でね、やってきますんでね、郵便用語、業界用語解説ってやってますんで、そっちもね、ぜひ見ていただきたいんですけど、うん。この動画よりはそっちの方が先に上がると思います。編集楽そうなんで。ああ、話しとった。ちょうどいい具合に溶けていて。うん。またやってしまった。私いつもここで、こ
このソフトクリーム食べるときに最後のフィニッシュミスりますね。うん。うん、あ、でも。相変わらず美味しかったな。うん。答えられないですけど。石筆通りを越えたところにまた美味しいところとかあったりしますけど。うん。まあ、そことはまだ別でですよ。大変美味しい。うん。このね、ソフトクリームは侮れませんよ。ぜひね、あの、竜王町ね、お越しの際はね。うん。ということで、ごちそうさまでした。きっとね、バッテリーのね、カニアイがありますんでね、一回ここら辺で切って、さあ、鳥取から先の話をしながら西に向かっていこうと思います。っていうか、鳥取土産もいいな。